初に自己紹介からお願いできればと思います。はじめまして、ダイレクトマーケティングゼロ田村と申します。僕は新卒で島次郎とか真剣ゼミを扱っているベネッセコーポレーションというところで10年ほどマーケティングキャリア積んだ後に、エクスモテっていうファンデーションをメインにした通販化粧品会社で B2C 事業を3年間統括し、で B2B のダイレクトマーケティングゼロを立ち上げて13年目という形なので、ちょうど B2C が13年、B2B13 年っていう経歴になります。普段は、EC、D2C の会社さんを中心に、コンサルティングと一部クリエイティブの仕事をさせていただいております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。せっかくこのインタビュー記事ですね、ソーシャルコンテンツというところで皆さんともカジュアルにお話できたらなと思ってるんですけど、なんか最近プライベートでもハマってることとか、これ見て気になってるよみたいなこととかもあれば、ぜひそんなお話もお伺いしたいなと思って。僕ビールめっちゃ苦手なんですけど、そうなんですか。キリンさんのホームタップっていうシリーズを、ちょっと最近というか1年ぐらい前から始めてて、思いのほか蛇口から生ビールが出るっていう体験がすごく楽なんで、割とボトルというかサーバーが映えるんで、そういったことも含めてそのホームタップにハマってます。あれだってすごいインスタとかでもおしゃれな画像とともにすごい流れてきますもんね。そうなんですよね。もともとはいわゆるプロダクトだけじゃなくって、そのいわゆる生活にコミットしていくみたいなところにどんな付加価値があるんだろうみたいな感覚で頼み始めたんですけどね。日常生活の中でもそうやってやっぱり D2C のサービスだったりプロダクトだったりとかすごく注目して見てらっしゃると思うんですけれども、はい、最初にですね、皆さんに田村さん、ご存知の方はほとんどだと思うんですけれども、一言でですね、私は〇〇のエキスパートだということで、こうバシッと何かこうエキスパートというところをご紹介いただけたらと思います。 ECD2C、EC 事業の、改善を支援するエキスパートっていう感覚かなと思ってて、ダイレクトマーケティングゼロは社名の由来が、その成果が出なければお代はいただきませんっていう意味のゼロになるんで、 B2C 時代にこんな B2B の会社ってなんでないんだろうなと思ったし、こういう会社があったらいいのになと思ったところを会社にしたって感じなんですよね。なので、メインどころで言うと、いわゆる新規顧客獲得と呼ばれる部分と、CRM と呼ばれるリテンションフェーズでライフタイムバリュー上げていくみたいなところが事業の支援内容のメインではあるんですけど、例えばうちの中にも半数がもともと事業会社にいたよっていう人でやってて、半分ぐらいがもともとそのウェブの代理店さんにいたよみたいな感じの構成でできてるんです。なので例えば商品開発 したいよとか、あとはシステムの余計定義したいよとか、あとは督促の回収率上げたいよとか、オールラウンドでその事業改善っていうところを見るようにしてます。いや、そんなエキスパートとしてですね、今回D2C サミット東京を一緒に作っていただいているわけなんですけれども、田村さんにはセッションのモデレーターとワークショップ持っていただく予定になってまして、ぜひこのあたりも、ちょっとお伺いしていきたいなと思ってるんですけど、セッションではモデレーションとしてその D2C の定義と基礎知識みたいなところで、事業計画とかシミュレーションの作り方ってどうやっていいのって話をいろんな事業者さんとしていただけたらなと思ってるんですけれども、まずはこのテーマについてご参加者と話してみたいこととか、なんかこういうこと会場で聞けたらいいなとかっていうことがあれば、ぜひそのあたりも教えていただけると嬉しいです。多分事業計画を立てるっていうフェーズで、うちが支援してるケースで言うと、やっぱそのスタートアップというか、今からなんて事業自体を立ち上げるみたいなフェーズが一つと、もう一つはすでにある程度成熟している D2C の事業者さんで、それをさらに改善していきたいっていう時の事業計画っていうのがあると思うんですけど、前者の方に関してはある程度こうフォーマットができている中で、やっぱ肝となるのはチャーンレートの設定と、あとはやっぱりその新規獲得の CPA のところっていうところが
一番肝だし、一番事業のシミュレーション上難しいところかなというふうに思っていて、まあ、各社さんが、まあ、実績がある会社さんであれば、ある程度あの過去の商品だったりとか、過去の、あの獲得の実績だったり、あとは過去の、まあ、継続率とかから、ある程度解約率を、まあ、あの類推できると思うんですけど、その分かんない会社さんがどういうふうにしてあの自社のプロダクトだったりサービスの継続率チャンネルをあの決定していくのかシミュレートしておくのかっていうのはすごく興味がありますね、うん、ありがとうございます、はい、結構あの今ね大企業のメーカーさんだったりとかも D2C 化に舵を切っていたりだとか、まあ、反対にこう1人でも始められるっていうのが、ね、ビジネスモデルの面白いとこなんじゃないかなと思うんですけど、はい、ここには気をつけてっていうのをこうコンサルティングしながら見ているところとかがあれば、はい、そのあたりもぜひ教えていただけると嬉しいです。そうだね、一番来る時点でぶっちゃけ手遅れ感があるみたいなケースで。なるほど。どの手遅れなんだろう。やっぱ一つはそのプロダクトの優位性とか新規性みたいなところが、まあ、弱かったりするケースかなと思ってて、例えばエアロディンパッチが結構伸びたんで、それに合わせてうちもなんか作ってるんだけど、それがまあ要は仕入れみたいな感じなんですよ。実はその仕入れ元からもうちの方に相談が来てる中で、明らか原価率的にまあ負けてるよねとかっていうところで、まあ、しかも商品一緒なんでそんなにこう優位性もないっていうところで、結構これ厳しい戦いになるなみたいなのが一つありますかね。あとはそもそもリピート性がすごく薄いみたいな商材をこう持ってきたり、あとめんどくさいみたいなところですかね。めんどくさい、はい、あの例えば作るのがめんどくさいとか、そういう点であのいわゆるリピートにすごく向きづらいみたいな商品っていうのはちょっとああ厳しいな、厳しい戦いになりそうだなっていうふうにあの思っちゃいます。2つですかね、その優位性の問題と、あとそもそもいわゆるリピートにおいての弊害が大きい。なるほど、ありがとうございます。あとワークショップではあの LTV 改善とか、はい、あの最大化とかそういったところもお伺いしていくかなと思ってるんですけど、はいはい、やっぱり D2C 系のトピックスになるとこの辺もうマストだなと思ってまして、その辺にこうかける思いだったりとか、パートナーさんとして伴走してらっしゃる田村さんならではのこうご意見だったりとか、その辺もぜひぜひ教えていただきたいなと。やってみて思ったのは、いわゆる LTV を上げるために支援会社が真面目にやらなきゃいけないことってくっそめんどくさいんですよ。くっそめんどくさいし、めっちゃいっぱいあるしライフタイムバリュー改善って、まあ、同じお客様に対して継続的なコミュニケーションしていかなきゃいけないよとか、まあ、あとそもそもお客様の種類の中でもやっぱ長く続けてらっしゃるお客様もいるし、まあ、本当にお試しで来てるまだ間もないみたいなお客様もいらっしゃるんで、いろんなお客様を相手に継続的にコミュニケーションしていかなきゃいけない。でかつそれを同じことをやってると、なんかお客様からしたら企業側が機械みたいな存在になっちゃうみたいな、こいついつも同じこと言ってんだみたいな感じになっちゃうので、やっぱそのめんどくさい、だからあこんなに儲からないんだと思ってめちゃくちゃ正直なでもそれでも僕らがそこにやっていく中で良かったなと思うのは、いわゆる D2C の事業構造を考えていたときに、結局ライフタイムバリューが高い会社さんが勝てるんですよ。結果的にそのじゃあ新規で勝つってことは事業自体をでかくできる、スピード持ってでかくできるっていうことの、まあ、裏返しでもあるんですけど、それをやっていくためにはライフタイムバリューの改善っていうのがまあ、不可欠であるっていうふうに、まあ、みんなが気づいてきたっていうので、すごくそれは個人的には嬉しかったなというか、嬉しいなというふうに思ってます。やっぱりD2C っていうサービスをお客様とのこうプロダクトベースではなくって、人対人だったりとか、そのサービスでつながっていくっていうふうな定義で考えていった時に、やはりその CRM の持っている役割とか、あと CRM ができる範囲ってすごく大きいと思うし、商品だけがその商品だと思わない方がいいっていうふうによく言うんですよね。
僕らが約束しなきゃいけないことっていうのは、お客様にどんな価値を提供するかっていうことを念頭に置いてその活動しなければいけないんであって、なかったら作ればいいじゃんだし、自分とこの商品サービスと関係なくてもお客様がこういう状態になるために必要なことであれば積極的にやっていくべきだよねと思ってます。ありがとうございます。やっぱりこうね、はい、ご自身で事業をやってるとその辺がこう意外と見えなくなってしまってたりとか、きっとね視野狭くなっちゃってるところもあると思うので、ぜひねワークショップで皆さんもこうお話ししながらそこが見えてくるといいのかなと思ってるんですが、最後にですね、はい、まあ、D2C サミット10月開催ということで、はい、どんな会にしたいかですとか、まあ、本当にどういう場にしていきたいかみたいなところも含めて、はい、メッセージをいただけたらと思います。僕このお話をいただいたときに、まあ普段あんまりこういうって言ったらこういうんじゃなくて、なんていうか、そのいわゆるサミット系というかカンファレンス系みたいなところにあんまり自分では積極的に顔を出さないタイプの人間だったんですよね。今回のその D2C サミットにかける思いだったりとか、こうどんなコンテンツをぶつけていきたいかみたいなお話をお伺いしたときに、あ、本当に普段だったらそういうのをへきへきして避けるようなタイプのお客様に、お客様というか、まあ、その事業者さんに来てもらえるサミットになるなっていうふうに思ったんで、本質的な議論だったりとか、まあ、多分みんな正解なんて一つじゃないし、絶対の正解なんてみんな知るわけないんで、その多分お互いがお互いが持っているノウハウだったりとか、あとは成功体験だったりとか、そういうものをシェアしながらなんか議論し合ったりして、その D2C 業界全体をこう純粋に盛り上げる営業っぽい活動ではない、マジ その役に立つサミットにしていきたいし、なってくれると思ってます。せっかくねこの10月5日6日のタイミングは対面でのイベントでと思ってますので、ぜひ皆さんリアル会場でお会いしましょう。田村さんもお会いしましょう。はい、今日はありがとうございました。どうもありがとうございました。